皆さん、こんにちは。今回もですね、アイスプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手をランダムに選抜して、たった一つだけのチームを作る。どんなチームができるかは完全に運次第というね。はい。スリーマニーがいますね。オーブメンいるね。はい。また川端です。で、ペペとコンポ、おー、すごい。はい。最強コンビですね。うわ、でもコンパニーの方がだいぶ、いいな。そう。ペペはインターセプト能力とプレス能力で評価されてるんですか？コンパニーは、ディフェンス意識ブロック。そんな知らないし。はい、オタメンディですね。これはもったいないな。オタメンディ下げる手はないでしょ。エンド渡るまでいるし。あ、強いですね。はい。で、はい、三浦玄太ではないでしょう。西川がいますね。ただ、アメリカのキーパーの方が、能力が高いと。プレッシャーの2、生じ。うわぁ、もったいな。もったいないし。まぁ、ちょっとディフェンスをね、メインで見ていきますか。どうしよう。こんなんやりようがないんだけど、スリマニがいて、プレッシャーの、フォワードがいないですね。これはですね、オーバーメアをどうしようかな。フォワードにしなきゃダメかな。川端使いますか。ね、気が重いけど。この人ね、あんまり優秀ではないですね。庄司入れて。いやー、こんなんあんのか。はい、相当ディフェンシブになっちゃいました。これもね、ディフェンダーですからね。はい、ほぼ全員ディフェンダーというミッドフィルダーで形成します。でですね。川端使うか。川端使うか、本当に。気が重いな。でも使わないとしょうがないかな。この人も、あ、この人は安定的だな。はい、イングランドの、誰ですか。そうですね、川端を、川端をじゃあ、シャドウストライカーでやってみるか。スリマに。明らかに、ね、攻撃力不足してますね。はい、オーバーミャンに期待ですね。相手は、あー、強を引いちゃった。はい。まあ、守備的に行くのはいいことかもしれません。オーバーミャンのね、単独1点を期待して、1対0で勝ちたいと思います。はい、ここですね。風見の非常に速いですね。これね、今完全にくさびを打ったんですけど、入るタイミングで打ってるのに入んなかったんで、組み立てが厳しいですね。はい、今ね、1点取れれば、よかったけど。はい、コーチの非常に技術あります。うん。おためにで頼むよ。はい。ペペのカットから、川端から、スリマニと。で、オーバーミアン単独1点狙います。わ、チアゴシュバ頼む。わー、強いね。はい、もうね、オーバーミアンのキープ力じゃ相手にしてもらえないですね。非常に強いです、チアゴシュバ。はい、くさびをね、当てて。で、今、チアゴシュバいないんでね、風見、おーい。いやー、いやー。あー、苦しい。はい、もう苦しいですね、攻撃が。やばいな、これ。オーバーミアンがね、潰されるとなると、こっちがチアゴなのか。はい、ちょっとサール変えてみます。左から、チアゴシューバーの逆から攻めます。ダニーロ。か、また、風見ろをね、かわして。はい。いやー、パウリーニョ硬いですね。非常にね、決して、チアゴシューバとダビド・ルイスだけではない、ブラジルのディフェンダーですね。いやー、やばい、負けか、これ。あ、今ね、点取られたら負けてったでしょうね。はい、スリマニーに合ってます。はい、今のですね、くさびのパスですが、カットされちゃいますね。はい、これもね、カットされてますね。組み立ての段階でね、全部取られてるんで厳しいですね。コンパニー頼む、ここは。うわ。はい。カットして、スリマニから、あー、ダメですね。はい。おー、取れた。よし、川端うまい。0-0 です。なんとかね、1点取れれば勝ちが見えてくるんですけど。うん。はい。パスで崩しましたね。オーバーミア走ってますね。いやー、今ね、パスこっちに出さないとダメですね。はい。いや、やばいね。待って。ちょっと内容的にも、はい、風見ろ。
お場面頼む。はい。わあ。今、撮ってれば。撮ってれば。うん。はい。はい、お場面。ミランダをね、ちょっと抜き去って。はい、抜き去りましたね。今みたいな感じでやるしかないでしょうね、もう。やばい。待って。一回下げます。はい、当てて落として。はい、硬いですね、本当に。いや、これ0-0か、マジで。はい、オタメンディから、大場面いきます。風見ろね。いやー、スペースをね、与えてもらえないですね。非常に高いプレッシャー能力持ってます、ブラジル。やーい。やーい。うん。よし、これは取ったでしょ。はい。クリバリから、はい、川端に、うわー、今ね、入ってればね、川端レジェンドだったんですけどね、はい、落として、オバメアン、ミランダをかわして、抜き去って、はい、ありがとうございます。オバメアンの単独ドリブルで、2、3人抜いて1点ですね。いやー、なんとか勝ちましたね。はい。やばい、そつないディフェンスが欲しい。はい、オバメアンまた、はい、このね、スピードがあるんで、一回縦切り込んでシュートでまた1点ですね。はい。オーバーメアの単独1点と。ミランダをね、置き去りにできてるっていうのは、やっぱり、すごい能力ですね。一人いれば攻撃が成立してしまうという感じですね。はい。スリマニーにくさびを当てて、風見の引き出してますね。はい、真ん中空いてますね。よし。はい、川端のシュートですが、苦しいですね。スリマニーの足元です。もう一回真ん中。はい、ここ使いますか。待って、はい、というわけで、2-0、ありがとう。ありがとう、オーバーメアンという試合でしたね、本当に。最初、右に配置してたんですけど、オーバーメアンをですね、左に、再配置したのが、こう、そうしましたね。やっぱりフォーメーションは相手を見て、左右組まないといけないというね、恒例になってしまいました。ブラジルね、ディフェンダー左の、ここにチアゴ・シューバがいて、非常に能力値高いんですが、右のね、センターバック、ミランダは、やや劣るということで、そこでね、オーバーメアンをマッチアップさせる。で、さらにね、右は、ダニーロなんですね。ダニーロ非常に、まあ、まだね、可能性のある選手ですが、マンチェスターシティでそこまでね、能力を開花させていないので、特にディフェンス面で不安は大きい選手なので、オーバーメアンをね、左に配置して、そこでマッチアップさせるっていうのは非常に、有効な戦略だと思いますね。まあ、やっぱりね、いやー、はっきりしましたね、今。はい。相手を見てフォーメーション左右組むっていうのが、ここまでハマるとはっていう感じですか。はい。まあ非常に参考になった試合ということでね、得点 2-0 です。オーバー面2得点で。はい。また次回ね、お願いします。